ようございます、るりこです。さあ、ただいま京都府の舞鶴っていうところに宿泊しておりました。今日は京都からスタートしたいと思います。さあ、舞鶴の朝の街並みです。いや、しかしここ最近ずっと日本海外をね走り続けているんですけど、今回の旅は西の方に旅に行くっていう目的があって、でも北陸地方も行きたくって一旦浜松から上に上がって下ってきているんですけど、まあやっと西の方に入ってきたのかなっていう感じですよね。しかし京都ってさ、日本海側にもこう地域があるんだっていうのを今まで知らなくって、こうやって旅をして地理がやっとわかるというか、あ、ここってこうなんだっていうのね、やっとここでこうパズルがはまっていく感じなんですよね。で、私の頭の中のパズルがあまりはまっていないのがこの西の方面なんですよ。だからそのパズルを今回はねバチバチっとはめて、私の中の頭の日本地図をちょっとずつ完成させていこうと思ってます。というわけで目的地に到着しました。ここは伊根湾っていうところで、あー綺麗、めっちゃ海の色綺麗だね。伊根の船屋っていうのかな、で有名なところなんですけど、わー街並み超綺麗、やばい。ここでですね、すごく海に隣接しているんですよね、こういう家屋が。こう海を背景に写真撮ったりするのがすごく映えな場所なんですよね。インスタグラムの写真とかで見たことがあって、わあこれ行ってみたいな、どこだろうって見た時に、めっちゃ上の方だ、そんな簡単に行けないわって思ってたんですけど、まあ、今回ねこういう日本海側巡ってきてたんで、あ、行けるな、行ってみようということで来てみました。古き良き日本の家屋見てるだけでもすごく風情がありますね。でもさ、思うんだけどさ、ハヤブサってさ、すごいこういう日本の家屋とね合うんですよ。なんだろうね、車体にハヤブサって漢字で書いてあるからかな、なんだろうね。あーすごーい。あ、二輪車入り口ってここか。あ、すごいね。ただいま県道2号という道を走ってます。お、あ、兵庫県兵庫県入ったぞ。さ
さあ、というわけで京都から兵庫県に入ってまいりました。さあ、次のね目的地まで2時間14分なかなかな距離を走ることになっております。そしてね、大変申し訳ないんですが、兵庫県は一旦素通りしますごめんなさいごめんなさい、あの言うても一旦素通りして鳥取県に入ります。鳥取県で行きたいとこに行ったらまた兵庫県戻ってきます。大きいね早草好きなの？はい、早草も好きです、うん、川崎のバイクも好きです。あ、そうなんだ。バイクは好きです。バイク好きなんだ、いいよちょっと乗りづらいね。ありがとうございます。将来有望なライダーさんに。小学生ぐらいの子かな、すごいハヤブサをハヤブサだって言ってきてくれて、すごい見てくれてたから乗りますかって言ってすごい喜んでくれてた可愛いな。将来ライダーになるんだよ少年たち。はい、というわけで私は今道の駅若狭というところに来ています。はい、というわけで鳥取県です。さあ、ここの鳥取県若狭といったらですね、若狭鉄道、はい、これでも分かる方もいるかと思うんですけど、若狭鉄道のはやぶさ駅っていうところを目指して今ひたすら走っておりました。やっぱりさ、はやぶさを所有したからにはいつか絶対はやぶさ駅に行ってはやぶさ並べて撮るんだっていう憧れがあったので、さあ達成できて嬉しいです。これからはやぶさの聖地に行けると思うと嬉しすぎて。でね、あのはやぶさ駅祭りが実はこの1週間後の10月30日に開催される予定で、でそれにももちろん行くんですけど、いや行くんだけど多分ほらライダーさんいっぱい集まるじゃないですか、ってなると写真が撮れないだろうなって思って、じゃあ先に行こうというわけで1週間早く前乗りしてきたわけでございます。さあ、もうすぐはやぶさ駅に着きます。わー、ドキドキする。はやぶさ駅、あ、こっちね。あ、はやぶさ駅、あはやぶさ駅だ。あ、すごい、着いたー。わー、おー、なになになに、すごい、バイカーがいっぱいいる、すごい。あー、やっと来れた。わー、着きました、着いた、はやぶさ駅だ。よいしょ。はい、というわけで、はやぶさ駅到着しました聖地です、聖地です。すごいですね、あのライダーさんがすごいいっぱいいらっしゃってて、バイクで盛り上がってるんですね。向こう側にも行ってみようと思います。新商品は何ですか？新商品は何ですか？あ、これもかっこいいな。この辺りも雪地線とか、あのバスクリテープも入れてます。キーホルダーとかかっこいいな。
人気でね。ねえ、めっちゃかっこいいですよね。はい、人気なんですよ、この木村。これはあのバージョンがこの一つ前のデザインが、字体がね。あ、本当だ。あ、ちょっと違うんですけどね。はい。こっちが新しい方ですか？そうです。おや。じゃあ私はこっちが。かっこいいです。うん。これ顔。ご飯食べようと思ったら2時で終わってました。ラスト動画悲しい。食べたかった。ここはホームはやぶささんで、はやぶさ駅の目の前なんですけど、いや写真撮ってないで先入ってればよかった。あ、やっちゃった。まあそういう時もありますかね。悲しすぎる。ショック。悲しい。ご飯食べたかったよ。でもね、なんか調べてみたら本当また近くにももう一個はやぶさラボっていうね場所があって、そこもカフェがあるらしいのでそっちに行ってみよう。100メートル先左折。時間見なかった私が悪い。え、何かわいい。え、すごい。なんかおしゃれだね。電車だろう、かっこいいね。さあそれでは鳥取県を後にして次は兵庫県に戻りたいと思います。鳥取県また来るぞ。はい、というわけでただいま兵庫県に入ってきています。すっかり夕日になっちゃいましたね。一日あっという間だな本当に。というわけで今向かっているのは今日のお宿です。今日はライダーハウスに宿泊します。今回のお宿はライダーハウス&ゲストハウス金地村というライハなんですよね。わあいいね、こういう本当に田舎の景色って。ほらこういうとここそさキャンプとかしないと泊まれないからさ。おお、もうすぐだ。このここか、もしかしてこの中に入れるのかな。こんにちは。今日宿泊予定なんですけど、はい、あ、すいません、お客さんでしたか。あ、ごめんなさい、すいません。こんにちは、お願いします。はやぶさん、はやぶさんのりのなんとかちゃんに、なんか YouTube で分かる。私かもしれない。私か。はい。
simple as it seems, the twinkle in your eyes, the way that time slows down when you kiss me, as we fall asleep in a bed of butterflies. Just close your eyes and then you'll see it. You don't ever have to look too far, you don't have to cover up your scars. You're perfect, darling, just the way you are. So before you think to rip yourself apart, open up my heart and you'll find love, 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 love. あ、私これであったかい。俺のコップどこに来たんやろな。え、今どうだろうちょっと。俺のコップだけど。ちょっと変な。Perfect darling, just the way you are. Just before you think to rip yourself apart, open up my heart and you'll find love. Love, 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 love. Open up my heart and you'll find love. When you're searching hard, and it's easy. やぎ、ごめん。やだ。続きはやだ。面白い、面白い。ごまちゃん、足。足、ごまちゃん。ごまちゃん、足。ごまちゃん。止まらない、ごまちゃん。ごまちゃん、そっちじゃないよ。ごちゃん、ごちゃん、ごちゃん。またねー。またねー。そうそう、停電当時あれ、ゆうか、あれ。ほな、満足？めっちゃいい。イノシシも鹿も、ヤギも。ヤギも、ヤギそう。ヤギはねえんだろ。ユーチューバーのグリコさん。違う違う、グリコです。グリコさん。ペンションのオーナーですが、ひまわりペンションのオーナー。ひまわり。あ、バボアよ。バボアです。え？あ、すごい。スマスって何？タイヤにスパイクなんて自分でできちゃうもん。あ、できますよ。ここでラクチンじゃない。ちょっと違いますね。うん、ちょっと違います。俺のあのハーレーの方が。あ、すごい。ハーレーはあの。めっちゃ分厚い。みたいな。はい、じゃあここ置きますんで。ありがとうございます。はい。ピザ。はい、ピザ。すげえな。食べて。次はバージル来ますから。バージル。バージル。バージル来るか。自分で炊いてないでしょ。炊いてないです。炊飯器にお任せ。うん、でずっと炊飯器で炊きおったけど。ユースだかな、わかるけど。ゲストハウスっていう。これ何？レア。レアですか。何だろう。別に俺からなんかしたわけでも。やろっか、やろ、うまい。うまい。でも安くないと思う。やっぱ、いや、わしな今日な、子供が。のバイクで走れるのも観光もしたけど、キャンプで飯食うのも好きなんや。ハンドルネーム。ハンドルネーム。はい。じゃあ、めっちゃ盛り上がったよ、なんか。そうよ。こんなたくさん出してるか。すごいね。どうぞ。Wow, when you're away, do I miss
kiss you is it just because? I can't kiss you, is it dishes in the sink or the lack of a wink? Or just because I love my life with you?